昨年末に解散を発表した、渡り廊下走りたい、の、最初にして最後になるワンマンライブが、9日、ジープダイバーシティ東京にて、行われ、開演を前に囲み取材に、応じた、渡り廊下走りたい、は、AKB48 からの、派生ユニットとして2009年1月28日に、デビュー、度重なるメンバーチェンジを、経て、今回解散コンサートに、出演したメンバーは、渡辺真由ほか7人。昨年12月に発売されたアルバム、渡り廊下を、ゆっくり歩きたい、超コンプリート版、を、購入し、応募した約2万人から抽選で、選ばれた2000人の前で、その5年間の活動に幕を、閉じた。解散コンサート直前にも、かかわらず、笑顔で取材に応じた7人。まだ解散の実感が湧かないと、話す渡辺は、やっぱり解散となると、寂しい気持ちがありますね、と、時折寂しさもにじませたが、AKB の派生ユニットの、中でも一番メンバーの入れ替わりが、多かったグループ、最年長のメンバーが入ったり、波乱万丈でしたね、と、明るく5年間を振り返り、メンバーの不仲説に関しては、不仲説は嘘です。喧嘩を、してしまうくらい仲が良かったんです。本当にくだらない喧嘩を、しました。子供でした。自分をさらけ出せるような居心地のいい場所でしたね。と、笑い飛ばした。最後に渡辺は、今まで、5年間、渡り廊下走り隊の応援ありがとうございました。それぞれの道を進むことになりますが、これからも応援を、よろしくお願いします。私たちのことを忘れないでください。さようなら、と、ファンにメッセージを送った。昨年末に解散を発表した、渡り廊下走り隊、の、最初にして最後になるワンマンライブが、9日、ジープダイバーシティ東京にて、行われ、開演を前に囲み取材に、応じた、渡り廊下走り隊、は、AKB48 からの、派生ユニットとして2009年1月28日に、デビュー。度重なるメンバーチェンジを、経て、今回解散コンサートに、